皆さんこんにちは。今回はプレイ動画になります。そして今回はですね、ビニールに包まれた景品の獲得動画というものを紹介していきたいと思います。で、まあ、プレイチケットを使った獲得を目指した動画になりますので、課金せずにタダで取れるかというところに注目しながらご覧いただければと思います。で、まあ、ビニールに包まれた景品って取ればではたくさん何百個も多分ですね台があるんですけども、結構獲得が難しくて、ビニールに包まれているとこう掴むことができずに滑ってしまったりとか、あとはこのビニールの先っぽがこのバーのところに乗っかっちゃって、なかなか取れない状況が生まれたりとか、まあ、そういうところがあって景品の獲得としては結構難しい部類に入ると思うんですけども、まあ、今回どういうふうに獲得していくのかというところを紹介しながら、動画の方を説明させていただこうかなと思います。でまず1つ目の景品こちらですね。今前の方プレイされていて、今予約待ち1番の状態で待っているんですけども、まあ、橋渡し設定になっていて結構大きめの、景品がビニールに包まれた状態で置かれている、よく見かける台だと思います。今プレイチケット2枚なのでなんとか見てて取りたいなと思ってますけども、まあ、いい状態で自分にチャンスが回ってくるかどうかというところになります。でこの景品かなり大きい景品なんですけども、この景品の奥の部分ですね、バーに少し乗っかっているような状態ではあるんですけども、アームバワーが結構強くて景品持ち上がりますし、今この方刺そうとして、上から刺して獲得目指してますけども、あと数手で取れるんじゃないかなと思ってますので、もし順番が回ってくれば、プレイしようかなというようなところで今待っているところになります。でこのタイプって結構景品としてはたくさん見かけると思いますけども、今やってたように上から刺すっていうのも有効なんですよね。で、まあ、順番回ってきたので早速やっていきたいと思います。で今回プレイチケット2枚なので2回しか課金しなかったらチャンスないんですけど、上から刺すっていうところをやっていこうかなと思います。でアームの横移動が非常に難しいんですけど、上から刺せばですね、結構ここで今沈んだの分かりますかね、こうガクッと、このビニールでちょっと支えられているだけなので、上から刺せばアームパワーが強ければこう下に沈んでいくんですよね。なので、まあ、最初は景品を横の方に移動させていくんですけども、あとちょっとこうビニールが、支えているところだけになれば上から押すというやり方がこういう大きい、ビニールの景品の獲得には向いているんじゃないかなと思います。で今 TP 購入ボタンを押してちょっと、自然落下するのを待っているような状況ですね。景品重いの でただビニールだけで支えられている状態なので、自然落下するケースも結構あるので、今ちょっと待ってみようかなと思ってます。で、まあ、ちょっとしばらく待って、こんな感じですね。拡大してみるとこんな感じなので、本当あとちょっとだけなんですよね。多分あと1手上から刺せば取れるんじゃないかなと思うんですけども、自然落下しないかなっていうのを待っている状況です。でこの TP 購入ボタンを押せば300秒の持ち時間が出ますので、この時間で取る、自然落下待つっていうのも1個の手なんですけど、まあ、マナー上ですね、あんま落ちなそうだったらプレイするといいと思います。でやって、取っちゃおうかなと思っていまして、はい、こんな感じですね。上から刺すだけで取ることできました。でシャクレルプラネットの枕ですね、獲得することができましたけども、こういう大きい、ビニールに包まれた景品は最後ですね、上から押せば、アームパワー強ければこんな形で獲得できますので、ぜひぜひ皆様も、トライしてみてはいかがでしょうか。さあ2つ目の景品がこちらになります。でポケモンの、タオルかなになるんですけども、これも結構タイプとしてよく見かけると思います。まあ、橋渡しの設定でこの薄い、まあ、タオルとかの景品が置かれているんですけども、ここから、まあ、奥の部分が、まあ、ちょっとだけこうバーに乗っかっているので一見簡単に取れそうなんですけど、これアームの加工制限があんまり低いところまでいかないですし、アームパワーも弱いのでさっきとは違ってなかなかここから進まないんですよね。でなんと今回プレイチケット10枚あるので、ここからプレイチケット使ってなんとか獲得を目指していこうかなと思ってます。で今予約待ち1番で前の方がプレイされているのを見てるんですけども、ちょっとどの辺狙うのかというのを見てみようかなと思います。で多分一番、右までアームを寄せまして、で真ん中ら辺ですね狙ってプレイされてます。で右アームが景品の下まで届いているので、ちょっと持ち上がるんですよね。でほんのちょっとずつ実は景品、下の方に下がってきてるんですよね。だから多分今のを繰り返していくだけでも取れるんじゃないかなと思うので、もし順番回ってきたらそれでやってみようかなと今思っています。まあ、それか左アームを使ってこの奥のところを滑らすっていうようなのも一個の手なので、
さあ順番回ってきたのでやっていきましょう。まあ10枚あるので、まあ、問題なく取れるんじゃないかなと思いますけども、まあ、さっきの方と同じようにですね、まずは真ん中ら辺やってみますけども、これはですねミスですね。さっきは右アームがちゃんと景品の底をつかめてたんですけども、今はつかむことができなかったので、全然びくともしなかったという感じです。まあ、今景品上から刺したような形になったんですけど、こういうさっきとは違って薄い景品の場合は上から刺すっていうのがなかなかできないので、景品の底の部分ですねをちゃんと掴むっていうことが重要になるかなと思います。さあ2回目やっていきましょう。ちょっと手前ですね、さっき奥すぎましたので手前の方にシフトしてやっていきます。今掴めたので、ただ今のだとちょっと手前すぎましたね。この辺のさじ加減が結構難しくて、奥すぎると景品掴めないですし、手前だとこう景品をそこまでちゃんと掴めないので、もうちょっと今の間ぐらいを目指してもう一回やってみようかなと思います。まあ10枚あるのでね、どんどん惜しげなくやっていこうかなと思います。さあ3回目ですね。この辺りいいんじゃないですかね。さあ掴めましたね。そう、掴めればこんな感じですね。まあちょっと下がったの分かりますかね。もうほんのちょっとなんですけどね、なんかこう一気に持ち上がってっていうのが難しいので、もうこのタイプはまあ、ちょっとずつ持ち上げて、反動で落としていくというやり方しかないかなと思います。さあ4回目ですね。残りこれ、なしでプレイチケット6枚なんですけども、まあ、今の繰り返していけばいいかなと思うので、ちょっと奥すぎるかな。まあ、ちょっと今景品動いてきてるので、もったいないですね、ミスですね。ちょっとずつ景品が動いてきてるので、この奥をどこまでやるのかっていうのもちょっと変わってきてはいるんですけども、ピンポイントで合わせないとこういう風に掴むことできないので、このタイプは自分も苦手なんですよね。ほんとピンポイントで合わせないとなかなか掴めないので、かなり技術がいるんですけども、さあやっていきましょう。でさっきちょっと奥すぎたので、この辺りいいんじゃないかな。さあ右アームがちゃんと掴めるかですね。さあ入りましたね。これは持ち上がるでしょう。うわー、ちょっとでも持ち上がらなくなってきたのかな。景品が下がってきてるので、なんか沈んできてるんですよね。なのでアームの加工制限上、そこを掴むのがだんだん難しくなってくるんですよ。でこれがなんかうまくできてますよね、取ればって。ここまで来てもうちょっと引くに引けないような状況なんですけども、さあとはいえここではやめられないので、まあ、プレイチケットまだ5枚あるのでどんどんやっていきましょう。まあ、こういうのよく見かけますよね。なんかここまで来て掴めなくなっちゃうっていうタイプなんですけど、ちょっと今度狙い変えてですね、手前側狙ってみようかなと思ってます。あ、いいですね。手前も結構持ち上がるので、まあ、こう一気に持ち上がりはしないんですけど、横に移動できたりはするので、そこも一個ありかなっていう気しますね。さあ残り4枚です。結構怪しくなってきたかな。さあ奥ですね。まあ、ちょっと今持ち上がってまた上に上がってきたので、多分ギリそこ掴めるんじゃないかなと思います。あ、掴めましたね。これはいいんじゃないか、かなり。あー、でもまだですね。まだでも結構割とがっつり残っちゃってるかな。あと3枚なので微妙なラインになってきたなと思いますけど、まあでもこのタイプはこういう風に、コツコツやっていくしかないので、まあ、本当にもうめちゃめちゃ上手い方は多分数回で取れるかもしれないんですけども、さあやっていきましょう。でさっきと同じですね。バーの付近で手前、お、かなりいいとこ行ったんじゃないか。うーん、でもここでも持ち上がらないんですよね。やばいな、かなりなんか沼ってきた気配が漂ってきてるんですけども、まあ、この状態でね、動かない台って結構見かけるんで、まあ、ちょっとどこ狙うか難しいんですけどね。まあ、もう一回真ん中ら辺で景品の底狙うところをチャレンジしてみようかなと思います。まあ、そこを結構掴むことできれば、そこの部分ですね、掴めれば、持ち上がるは持ち上がるんですけど、これちょっと奥すぎたかな。あー、そうっすよね。いや、ほんとね、これ横移動、奥移動か。すんごい難しくて、ほんとちょっとだけでもずれると、そこの部分掴めないですし、手前すぎると、逆に掴めなくもなっちゃうのでね、難しいんですけども、ちょっと最後、もうちょっと狙い変えていこうかなと思います。今度奥っすね。
支えているところがもうあとちょっとになったので、左アーム使ってこのギリのところ狙っていこうかなと思います。ただこれバーが斜めになっているので、これはこれでかなり難しいんですけど、奥の部分狙って今やってみます。支えているところですね。あ、使ったかな。あーでもここもありなのか。ここの方がむしろいい、良かったのかもしれないですね。ここまで来るとただ残っちゃいましたね。ってことでプレイチケット10枚使ったんですけど、ダメでしたかね。自然落下しないかな。ってことで、課金しました。まあ、ここまで来たらやめられないので、あと多分1手2手で取れると思うのでやっていこうかなと思います。自然落下ねする感じもあるんですけど、まあまあやっていきましょう。まあ、10枚あったのでね、プレイチケットで取んなきゃいけなかったんですけども、さっきのも手応えがあったので最初からそっちの方が良かったのかな。この奥のとこですね。ただこれ奥ね、こう Z 字になっているのっ てね、バーに当たっちゃったりするんですけど、ここで当たっちゃったかな。戻るとき、あーそうそうそう、これもね難しいんですよね。今一番右までやってるので多分あれがギリなんですよ。そう、この Z 字ってすげえよくできてるなと思うんですけど、いやー今のでね無理だと結構厳しいかな。一番アーム右まで寄せてるのであれがギリなんですよね。ここまで寄せてるので、で奥すぎるとこのバーに当たっちゃうです、当たっちゃいますし、手前すぎると掴めなかったりするんですけど、そのギリを狙って今、おうまくいきましたね。さあどうか、よし、はあギリですね。まあ結局12回かなプレイしたんですけども、獲得ギリギリすることができました。なんか結構このタイプはね難しいですし、多分最初から奥狙ってもうまくいかなかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ同じような台見かけた時は、今回の動画ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということで今回はこのビニールに包まれた景品の獲得動画紹介させていただきました。ぜひ今後の、トレバでプレイされる際のですね参考にしていただけたら嬉しいです。もしよければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた他の動画でお会いしましょう。さようなら。